マッスルショーのマッスルショー。 This program was brought to you by テコデザイン。皆さんこんにちは、テコデザインの梅門たちです。今日も楽しくワイワイ新しいサースのご紹介をいたします。主に説明してくれるのがうちのマッスルショーです。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は何を紹介してくれるの？今日はですね、ボードという請求書管理のサースを紹介します。あーボードね、ボード。お願いします。内容としまして、その通常の会社さんですと見積書を作成したり発注書を作成して、その後納金書で請求書で、その後領収書ですね、それを実際に送付するという流れとはなるかと思うんですけど、こちらですね、一回見積書を作ってしまえば、実際の発注書とか納品書、請求書の中身ほとんど一緒だと思うんですね。なのでそれを一括で作成できるっていうのがこちらのボード。はい。じゃあ実際にですね、画面でご説明をさせていただきます。すごいステップ踏みますよね。はい、そうですよね。はい、こちら入りますね。はい、こちらで実際に案件管理っていうところから登録するんですけど、じゃあなんでこのサースが人気かっていうので、まずウェブページからですね、ちょっと紹介させていただくと、バックオフィス業務のために起業したわけではないっていうところで、小規模個人事業主であったり中小企業っていうのがメインターゲット。この文が結構刺さっているのかな。まあ、例えば自分の周りでも最近起業してる同級生でしたり、そういうメンバーが増えていってて、そういうのを支援するっていうのもたまにやってるんですけど、そういう時に結構書類関係で困るっていうケースが多いので、それを解消できるサースの一つなのかなとは思って。はい、で実際の登録方法、案件管理、顧客管理とかその他機能あるんですけど、主に案件管理で請求書周り書類の作成、はい、上のダッシュボードっていうのは、まあ、このように一覧で一括で見れるというもので、案件管理からですね実際に作成をし、で作成方法としては案件登録ですね、ここ案件登録に行ってここ入れていくと。もちろん CSV で一括登録はあるんですけれども、今回はその画面でのですね登録の仕方っていうのをご紹介をします。マッスル建築。めっちゃ強そうじゃないですか。ね、いいね。はい、もうエドワード。エドワード。誰やねん。で、案件名とかね。まあ、例えばシステム改修とかにしますか、ね、建築業界の中のソフトウェアっていう。例えばなんですよね。OK。これ、カナダの銀行で。ロイヤルバンクセンターっていうところですね。はい。で、ここで受注ステータスを管理できると。今どこにあるのかなっていうので、受注済みとか。受注確定しているのかっていうのを、まあ、例えばここ受注済みにする。そうですね。業態としては、そうですね。請求書周りで、まあ、例えば工事関係とか結構納品書とか請求書とか別々で作成したりするんで、そういうところでは需要はあるのかな。まあ、それこそこの建築ですね。建築周りでも書類関係っていうのは多いかと思いますので、あまり SaaS っていうのは取り入れてない会社さんも多いのかなっていう、僕の周りの印象なので、そういう会社さんですと結構需要は高いのかなと。なるほど。この今見てる画面のステータス、はい、今いきなり受注済みにしたけど、うんうん、まだその交渉の途中とかだったら見積もりとかにしておくと、部署から出るよってこと、ね、見積もり中ってなってるので、後で売上管理っていうところで、売上分析とかで分析もできるっていう流れに。見込み売上とかそういうこと、うん、そうですね。そうですね。あ、どちらかというと、やっぱり案件ごとの何か受注が立つような会社さんにこう向いてるのかなと。建築だとどこどこ案件の見積もりみたいなのを立てたり、ソフトウェアでもこう住宅型のだとこの案件この案件この案件、まあ、それぞれこう角度が高いのか中なのか可能性まだ薄いのかとか、そういうのでこう見れたりっていうことがあるのかなと。なるほど。例えばなんかその A 工事の中の A 作業 B 作業 C 作業みたいな感じのグルーピング的なこともできそうですかね。うんうん、それもできますね。案件の中での原価一覧っていうのがあって、原価も管理できる、まあ、どこまで管理するかっていうのはその会社さんによっての運用には なるのかなとは思うんですけど、そのような管理もやり方によってはできるっていうことですね。かしこまりです。はい。で実際請求の予定は来月なのか今月なのかっていうのをこちらですね。でメモっていうのをこちらで入れて、ここで原価も管理できますね。何の費用なのかっていうのが管理ができる、人件費なのか進捗の管理をするのかっていうのもこちらでできます。で分類を、まあ、別途作成してシステム構築とかですね、作成をして振り込み方法とかですね、振り込み方法で登録、はい、でそうすると見積書がこのように、ここに金額とかをですねシステム解除の、例えばここ500万にして、まあ、尾行とかもここで、でここにですね他の書類にも反映とか、単体でも作成ができると、で他の書類に反映で
保存を押すと送付状もですね作成すること、もうなんか印刷されるものとか PDF そのまんま編集してる感じで分かりやすくていいですね、うん、そうですね、送付するのも結構手間で、うん、もう前職とかでその実際の請求書と送付状も一緒につけて相手先の住所とかも見て、それで実際中身が合ってるかっていうのもダブルチェックしてっていう作業も結構手間でしたし、神経がいる作業にはなるのかなと思うので、間違えたら本当にまずいので、結構これ送付状って地味だと思うんですけど、僕もやっぱり分かるんですけど、結構テンプレの送付状を使ったりするじゃないですか、はい、で請求書とは別で送付状っていうテンプレファイルを使っていって、その度ごとに宛先とか名前のところとかちょっと内容のところをちょこちょこっと変えて別で印刷かけて一緒に交付するみたいな、結構地味だけどそれが積み上がってくると結構大変だったりすると思うんですけど、ここが日本の商習慣というか、習って送付状も一緒に作れるみたいなのがこう結構、あ、なんか行き届いてますね。そうだから書類送付状がついてるってことは、もう紙に印刷するようなその古めの慣習が残ってるところでも入れやすいってことですよね。そうですね、はい。これをそのまま PDF に一緒にしてもいいし、1枚目送付状、2枚目請求書になっててもいいし、あ、そこまでカスタマイズできるんですか、すごい。そうですね、その中に送付状がもう挟まれる状態で印刷されるんで、そのまままとめて印刷ができるっていう感じですね。ワードとかでやってるとやっぱり転記とかが必要なんでね、転記ミスと前のお客さんの名前とか、はい、ね、あるあるある、人間の入力があるところにミスありって感じだからね、うんうん、そうですね、なんでこういうところは結構地味に総務の人とかは結構助かる機能なのかなとは思います。はい、で例えばそれぞれ、まあ、入力しました、入力して実際どういう売上が立っているのかっていうのを売上分析で見ることができる、でステータス別で今月何の費用が見込みなのか確定なのかとか、ここでですね、例えば緑が未確定で青が見込み、黄色が見込み高ですね、で見込み中、見込み低いっていうのですね、こちらで視覚的にですね管理ができる、データがもうちょっと翌月以降の、そうですね、じゃあデモ環境ですね、不足しているところはあるんですけど、確かに翌月とか年であると見やすくはなるのかなって、ここも円グラフのような形で実際何の項目なのか、顧客がどこなのかっていうのを、あと売上で同時に確認ができる、メインところとしては、まあ、案件管理から各種書類を作成で売上管理で、まあ、視覚的に見るっていうのがメインで使用していただく機能なのかなと思ってますね。なるほど、集計までやってくれるとやっぱりそのまんまの画面を報告すればいいから、うんうん、いいですよね、いちいち書類を作ったりしなくていいのがいいですよね。そうですね、なんか別途 Excel でなんか集計資料っていうのを作る場合っていうのがあるのかなと思うので、大きい、まあ、伝統的な会社さんですとそういう作業が別途必要なのかなと思いますね。なんかこうそれ自体が金を生まない作業にめちゃくちゃ時間かけてるんですよ、うちの家族とかも見てると、うんうん、すげえイライラしちゃう、それ見てて。でもそれが普通っていう感覚ですよね。そうね、はい、じゃあショーからはこんなところで概要が紹介されましたが、こうパッと触ってみてどんなこう印象というかありますか、そういうの。そうですね、経理とか総務の人に関しては結構いい機能なのかなと思っていて、あと一人で起業している人とか請求書とか作成するの結構大変っていう人に向いてるサスなのかなって。すごいですね。ジンさんどうですか。うん、この会社さんが本当に社員さんがこう10名ぐらいの会社で、すごい契約ももう実績もすごい積み上がってて、10年ぐらいかけて解約率もすごい低いみたいなんですけど、継続率 99% ってホームページにすごい数字ですよね。でこれってその社長さんが自分が欲しいシステムを純粋にこう作っていったっていうところで、合わない会社はもうやめてもらっていいですみたいな、そういったスタンスだったりして、本当にフィットする会社に使ってもらえればっていうのを、ね、こう割り切ってるという方針を取りながら、さっきの 99% とか維持できていたりするっていうのは、やっぱりこうスモールビジネスの会社さんは同じような悩みを抱えていて、でボロさんの社長さんが作ったこのシステムにみんながこういいいいいいっていうのが10年間こう積み上がった結果が、なんかこういったのになってるっていうのはかっこいいなと思います。そうですね、どうですかマスミさん。いや本当に素晴らしいコメントになっちゃいますけどいや本当にこの割り切った開発をするっていうのをそれぞれですごいいいですよね。もちろんいろんな SaaS があって、どん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 取り入れて進化させるぜっていうのも一つの形だと思うんですけど、これが欲しかったから作りましたドーンみたいなのもこう筋が通ってていいなっていうか、あれこれ改変しない潔さもあるよなって思って
ですよね。そういうのを聞いて、しかもなんか私が今やり取りさせていただいているお客さんで、やっぱりボードさん使ってる会社で10名ぐらいの会社なんですけど、むちゃくちゃいいみたいなお話をこの前聞いて、すごいカスタマーのサポートの返信もむちゃくちゃ早いみたいなんですよ。なるほど。でも窓口を一社に一人って絞ってほしいみたいなお願いしていたり、いろんな方向から質問来ると同じような回答しなきゃいけなくなっちゃうから窓口を絞ってほしいみたいなお願いをしていて、その代わりこうサポーターむちゃくちゃ早いみたいな。かっこいいですよね。うん、かっこいいです。クライアントとの関係がこうちゃんと対等っていうか、うちらも頑張るけん、うん、君も頼むわみたいなのがすごいいいですね。まあ、会計周りとか総務周りっていうの、請求書問題っていうのが必須課題になると思うので、ボードさんとかまた今後も紹介ができればなと思っております。はい、では第2弾のマッスル動画は、はい、ボードさんでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。次回も請求書の SaaS を紹介させていただくので見てください。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。多分これ仕切り直した方がいいって、最初にお客さんに提示するときに見積もり書作って向こうから発注書もらって、で作業して、まあ、発注受け書みたいなので納品して、で向こうが研修して請求書出して領収書出してっていう流れがちゃんとあるから、それぞれ意味があるからさ、先に請求書じゃないよね。じゃあもう一回、はい、もう一回お願いします。